もジョメイヨです。今日はバーサススラさんの解説をやっていこうかなと思います。じゃあ早速見ていきましょう。いやー、一緒戦となりますね今日はね。結構ねこのプヨテド2になってからね、このプヨがねかなり強化入ったんでね、一戦も難しいところではあるんですが、しっかりと解説していきましょう。さあまずはパフェ済みで、パーフェクトクリアスタートですね。さあ立てついにこのパーフェクトクリアからのパーフェクトクリア、2連パーフェクトクリアが美味しすぎからの T スピンダブルで、さあスラさんはこれ青ハッカではあるが、一旦ここで2連鎖でちょっとね削ってから、しっかり赤のゾロ目を生かして3連鎖まで伸ばした感じですね。さあそれに対し俺は、イミテーションでちょっとアイミノが1個右側にずれてしまったが、テトリス打ってその後もちょっと J がずれたが、これは冷静に一覧消しですね。一覧消しで、リカバリーを図っている状態。だがしかしやっぱりその置きミスしたった時点でね、そのプヨ側にリソースを組まれてしまうんで、まあ、そこがちょっと難しいところなんですが、しっかりと T スピンダブル、T スピンダブル、ここはね、3連発で打たずにちょっと分けて火力を送ってますね。しっかりとこのイミテーション地獄。で、このお邪魔を最大に生かしたスラさんの5連鎖もしっかりと総裁外してから T スピンダブルテトリス。さらに T スピンダブルだけをここで J がずれていった。さあそして上の赤ハッカー、これ今青ハッカーですね。青ハッカーで、ここで打ってくる。まあこれも普通にデカそうっすね。3連からでも4連までか。4連までだけど逆にこれ4連鎖で止まってる方がね、強いんですよね。しっかりその後のこの黄色ハッカーが残ってるんで。一旦単発って、しかし埋められるか、ここ真ん中の黄色を埋めたんで、おそらく発火点を切り替えてくるでしょう。まあ、黄色発火で黄色が回して間に合う。しっかり回しうまいですね。2連鎖ダブル。さあそれで打っていったが、これはあーギリギリ間に合わなかった。いやー危ないですね今のね。これ14万点超えててマージンタイムに突入していたので、今の、ネクストに見えてるこの黄色紫81が間に合えば4連鎖を構えられていたんで、そうなるとかなり苦しい試合展開になってましたね、絶対に。マージン入ってたけど、なんとかギリギリ、あと1手間に合うと。さあ、ここは T スピンダブルからのパフェ、TSD パフェ、これはもうめちゃくちゃ強いですね。TSD パフェ、マジで無条件で強いんで。で、その後に T スピンシングルからテトリス。これは難しいけど、これ入りません定期ですね。Z ミノのこの、ういーとね、縦置きの入りません定期が、しっかり入れて、T スピンダブルでリカバリーしていくと。いいですね。ああいうね、やっぱりね、高度ね、回転入れもね、しっかりとね、その駆使することによって、かなりね、いい感じの火力リカバリーにできたりするんでね。ああいうのやっぱ覚えるの大事ですね。で、T スピンダブルからの、さらに T スピントリプルにしようと思ったけど、ここは、今のミソっすね。Z ミドで T スピントリプルは打たずに、T スピンダブルを1回打ってから、トリプルにしていくってね。あそこでトリプル、まあ基本的に組みたくなるんですが、ダブルから行くとさらにダブルトリプルって打てるんでね、火力をちょっと欲張ることができます。今のね、結構大事なところですね。さあ、その火力構築がしっかりと刺さっていき、もぎ取っていった。いやー、あそこね、やっぱりね、ちゃんとできるかできないか、マジでこれ、天と地の差あるんでね、ちょっとした火力効率でね、勝ち取れるか取れないかって本当に決まっていくんで。さあ、ここも T スピンダブルからのこれ、パーフェクトクリア強い。T スピンダブルかのこの TSD パフェね、マジで無条件で強いんで、2連続で取れていったのは非常にかなり、ミノがねこれ噛み合ってくれてますね。さあ回してしっかりと単発打ってから、さらに単発打って81で2連鎖と。いやー回し早いですね。回して高速で回して、でさらに2連鎖ダブルで耐えの体勢、それをしっかり総裁外して受けてからの T スピンダブルテトリスで、これ中ケレン組んでますね。中ケレン組んで結構強引に連を組んでいく体勢。さあ刺さっていくと。いや今の強引、まあでも強引でもね、これかなり綺麗に積み込めてるんで、中ケレンとしては相当強いですね。ゴーイングメリーゴー戦法。さあ今回は開幕 T スピンダブルスタートで、これはこのパフェ行きましたね。いやーすごい。これパフェがもう連続でめちゃくちゃ取れてるな。さあそしてさらにもう一回パーフェクトクリア。どんだけね、どんだけもうパフェ取るんだみたいな。パフェ地獄です。開幕 T スピンダブルからパフェ、そして、連続でのパフェがね、かなり多いですね、この試合ね。で、T スピンじゃない、T スピンじゃない、2連鎖トリプル。2連鎖トリプルからの3連鎖まで。もうね、T スピン症状が出てますね、俺ね。
ピンピンではなく2連鎖トリプルです。あ、受けてからちょっと回して考えつつ3連鎖、緑丸の4連鎖と、これはギリ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 受けられるのちゃんと軽く計算して、もうかなりねギリギリまでできればその受ける方がいいんだね、タイプ用で。それを受けて火力で刺していくと。いや、いいっすねー。いや、今のね、大体の人が T スピンダブルで操作やってちゃう人多いと思うんだけど、あそこはね受け切って T スピンダブル打つのがねミソなんですよね。ちょうど4ライモンの火力って T スピンダブル、バックトゥバック付きで T スピンダブル送ると相手に返せはするんですけど、攻撃自体は遅れないで、その完全操作になってしまうんで、あの4ライン分はやっぱり受けるかね、受けないかね、全然もう本当にめちゃくちゃ変わるんでね、あそこはもうちゃんと軽く計算するのは少し難しいかもしれないけど、両計算して全部受けていく体制と。あれが仮に5ラインだと致命判定いってしまうんで、あ、ちゃんとね、その受けられるラインを計算するっていうのは結構難しいんですけどね。さあ、ここはしっかりと、受けてって、これは DT 連体制かな。T スピンダブルから T スピントリプルで、途中 DT 4からの連体制。で、スラさん側はこれ一旦削ってから、連鎖をちょっと構築しようかなって感じですね。ここのタイミングで打ってって、赤が埋まっていくが、まだなんとか単発を打って、さあ次の赤が間に合うかですが、これうまいですね。ちゃんと8位置を生かすために、1段分受けてから8位置を利用して3連鎖と。さあしっかり冷静な耐え。で、ここも2連鎖じゃない、3連鎖まで、3連鎖ダブルまであったか。右側のちょっと黄色は見えなかったが、3連鎖目までしっかりとあって、冷静に返していきますね。で、このタイミングで、ちょっと俺が堀に回ってるんで、不要側に結構リソースを与えてしまってはいるが、しっかりとイミテーションからこれ今のエルミノ回転ですね。エルミノの回転からここで T スピントリプルにすることによって、T スピン TT アタックですね。トリプルからダブル、 T スピントリプルからダブルを打てるこの TT アタックの再生からのさらに T スピンダブル、 T スピンダブル、 T スピンダブルと3回分の T スピンダブルを打つこのねトリニティの再生です。そしてちょっと STSD スーパー T スピンダブル STSD 組もうとしたが、若干置きミスしてしまいましたね。ジェイミノの縦置きが置きミスだったが、さあどうだ、これはもう12万と言ってるんでマージンタイムちなみに突入します。で、スラさんが緑ハッカーだけどしっかり2段振らなかった。1段真ん中に2段振るか振らないかってところだったが、しっかり振らずに耐えてからのこの3連打。いやー、ここまで来るとかなり厳しいし、しかもここでエルミノがずれてしまった。さあどうやって頑張るかですね。しっかりと2連鎖で、お邪魔をちょっとね、お邪魔を消しつつ、余裕を構えつつって感じかな、スラさん側は。もうね、こうなるとね、もう単発の火力もね、相当でかくなってくるんでね。で、しっかり受けてからの赤ハッカと。8-1 を利用して、ちゃんと黄色赤を利用して3連鎖。さあ、どうだ？なんとかギリギリ耐えてはいるけど、結構辛い形ですね、これね。で、黄色ハッカで2連鎖と。もう2連鎖で多分ほぼ全部変えるぐらいではあるんで。まあ、こっち側としてはしっかり、掘り切ってからなんとかね、1ライン消しで軽く送れるラインまで待って、そこでどうにかするっていう感じではあるかな。ただ、なんとか T スピントリプルから T スピンダブルで、しっかりと軽く送って耐えるがどうだ？さすがさんがこれ4連鎖でかいですね。4連鎖ダブルででかいけど、全部。受けてからなんとか返していく。しかしこの立て続けにこの4連鎖がでかい。 T スピンダブルから2ライン消ししているが、耐えられるかこれは。いやー、お見逃し名称になってしまった。いやー、まあここら辺は冷静に安全に来てますね。大連鎖を打ちすぎずに、まあ適量3連鎖とか、まあ4連鎖で、あんまりねその不要のリソースを消費せずにちゃんとね、あの分割して連鎖を送っていうのがやっぱうまいところですよね。下手にね使いすぎるとね、相手にちゃんと耐えられた時にその1ライン消し1ライン消し1ライン消しとか連打されてしまうと、ぷよぷよ側もね、このリソースがもうない状態でそれやるとかなり厳しいところあるんで、それをやっぱりちゃんと意識してるっていうのがうまいところかな。さあここは、連でいきましたね。総裁分の火力からの連でしっかりとつながりそうではあるが、スラさん側もかなり伸ばして伸ばして伸ばして8-1で発火してきた。まあ赤玉4つぐらいならこれは黄色まで入ってる、7連鎖ではあるんで返してくるでしょう。しっかりと7連鎖でかいで T スピンダブル結構競り上がってるけど、なんとかこちらも耐えられますね。削ってって
さらに2ラン消しから3ラン消ししようと思ったが、ジェミノがここずれていった。それにこのスラさんの連鎖はでかいぞ。赤までは繋がってなかったからなんとかギリギリ耐えられたけど、結構競り上がってますねこれね。まあ、幸い穴は結構直列で来てるんで耐えられそうではあるけど、だいぶ競り上がっている。よし、得点も7万3000点までいってるんで、まあ大体ラインで10万点あたりを超えると、まあマージンタイムに突入するっていうね。まあその人のプレイスタイルとか火力どれだけ出してるとかにもいるんですけど、まあ大体一定のラインがそれぐらいのラインなんで、あくまでまあ俺基準ですね。俺の場合は大体10万点ちょいプラスアルファ過ぎるとマージンタイム突入かなぐらいなんで、さあこのタイミングで大体マージンタイムはほぼ来たでしょう。あ、テトリスを打ってさらにキースピンダブル落ちた方がここでエスミノがずれていった。スラさん側はこれは黄色発火で4連鎖ですね。しっかり緑まで入ってる4連鎖でかい。このねマージン入ってるタイミングでのね4連鎖はかなりの火力になりますからね。あ、しっかり受けてからしっかりティースピンじゃない、2ライン消しか、2ライン消しからティースピンシングル、そしてテトリスであの3連鎖分を受けてから返したかったけど受けられずにビビタル量しか返せませんでしたね。無理やりティースピントリプル打って削ってティースピンダブル、ちょっと難しいですねこれ、形が難しいぞ。その難しい形のところに5連鎖がでかい。削って相手が黄色発火でしっかりと黄色で1回、ちょっと難しいけど上までの3連鎖だが、しかしこれもギリギリ総裁を間に合わせて耐える。え、ティースピンダブルからの再び削ってティースピントリプルまでですね。ティースピントリプルでこちらが耐える体勢で、それを見てスラさん側もしっかりとデカミの2連鎖で総裁を当てていると。いやー、またこれもかなり苦しい展開ですね。16万点までいってるんで、まあ、かなりマージンタイムに突入しています。さあこのマージンタイムにがっつり突入したタイミングで4連鎖を打ってきたが、それをしっかりと受けてからテトリスで回数。さあここで宝珠獄1ライン消しで火力遅れるタイミングになってるんで、ほう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 宝珠獄、おおとほうほう、なんかしかし2連鎖でしっかりと打ってくるが、さらにほうほう、うん、ここでさらに3連鎖打ってくる。さあどうだ、なんとかタイミングを見極められるられればもしかしたらもぎ取れる体勢かもしれないが、かなり辛いところ。さあ再び3連鎖打たれて、それを受けてからティースピンダブルで即座に返す。で2連鎖が強いですねやっぱりね、これね2連鎖打たれるのがかなり強い。しかしもう1回1ライン消しで、1ライン消し1ライン消し後方地獄だが、しかしそれもしっかりと対応しているこの、黄色までの5連鎖ですね。うまい、これはちょっと総裁しなきゃ一旦ダメだと判断して受けてからここまで稲妻落として返していく。で再び後方地獄、どうだ、さあ単発だったらまだ返ってこないんで、この後方地獄がもしかしたら決まるかもしれない。上の赤ハッカーで、さあ埋まるか、埋まってきた。いやー、これ勝てたのはでかいですねさすがにね。21万点試合だったんで、まあ真ん中に振るか振らないか次第ではあったんですが、かなりね一覧消しで相手のねその考える時間をもうめちゃくちゃ削っていたんで、あのね強みとしてね、やっぱりそのぷよぷよ側ってお邪魔が降ってくるまでに大体、まあ、1.5 秒ぐらい、1.5 秒から2秒ぐらいの猶予があるんですけど、一連消しをね、この分割して分割して送られまくると、一気に受けるってことができないんですよね。まあ、ポロポロ振って、でまた置いて、またポロポロ振って、また行って置いて、またポロポロ振ってってのが繰り返されるんで、どれぐらいでそのお邪魔を一気に受けられるかっていう判断を結構ね、ぷよぷよ側のプレイヤーがね、分かりづらくさせられることができるんで、それがこのね、一覧消しの方法地獄ですね。いや、強い、これは。まあ、やっぱりね、これをやっとかないとね、マージンタイムに入ったタイミングでね、そのテトリス側が勝つっていうのは、やっぱり至難の技になるんで、めちゃくちゃマージンが入った時の場合は、やっぱりこの一覧消しはかなり有効になるんでね、皆さんぜひぜひ使ってみてください。というわけで、じゃあ、今日はこんなところで終わっていきましょう。皆さん今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。